奈落最後は楽屋を歩きながらご案内させていただきます。まず改めまして本日ようこそお越しいただきまして誠にありがとうございます。この芝居小屋の後楽館が建てられたのが今から112年前でございます。明治43年という時代に建てられた小屋で、古くはこの町は五山町として栄えており、その五山従業員娯楽施設を一つ作ろうと、当時の鉱山の社長がポケットマネーで建てた芝居小屋なんですね。当時の金額で15万と聞いておりますので、今の金額に換算すると大体ですが7億円前後かかっているそうですね。ものすごく当時は財力があった時代で、当時はこの小屋が建つ前ですと鉱山専用の鉄道も走っております。その他は電信電話、総合病院、上水道、水力発電まで持っております。秋田県の中で一番最初に電気が使えた町で、そのおかげもあり当時からいろんな工業公園が楽にできていたんですね。主に明治の頃は、歌舞伎、新劇、大衆演劇を中心にやっております。大正に入ってから映画館としても機能しておりましてね、もちろん当時はその会社の娯楽施設ということもありましたので、料金は取らずに全て無料公演だったそうですね。また今と違ってかなり法律も緩かった時代でして入場制限はかからなかったんですね。もう基本空いてるスペースは全て客席、このお足元も全て客席になりますので、当時はこの1階と2階席を合わせて900人近い方がこの中に入っていたそうですね。今のその3密ってなんだという状態だったと思いますが、それだけ混み合うと1階の中央席に座るお客様は本当に身動き取れないような状態になりますので、そのために真ん中に板を設置して、あの上を渡って自分の席に出たり入ったりしていた渡り通路なんですね。また2階の正面に座る方ですと、もう両脇も後ろにもお客様おりますので、手荷物を置く場所膝の上しかないということで、それを緩和するためにこの目の前に溝を設置して、この中に履物、手荷物、手弁当で、昔はそうですね、どんな芝居小屋さんとか映画館に行っても客席内普通にタバコが吸えた時代でしたから、中にキセル使っていた方が自宅からのキセル専用の灰皿、タバコ本ですね、持ってきて、ここにカポッとはめてね、普通にご覧になった方も多かったんですが、恥ずかしい話、当時街にマナーの悪い方がおりましてね、灰皿持ってくるのめんどくさかったんでしょうね。直接叩いて消した後も未だの残ってるんです。この引っ込んでるところとか叩いて削れてしまったところ、この釘の頭叩いて使った方ですね。その時に飛び散った火がこのようにポツポツポツとついてますね。今思えばよう火事ならなかったなと思いますけれども、
まあ、現在は全館禁煙と定められております。この芝居小屋攻略館、一時期閉館になっていた時代というのもございます。それが昭和45年以降からになりますけれども、もうすでにテレビも普及しており、また鉱山が低迷したことで建物自体の老朽化もものすごく進んだわけなんですね。もう取り壊そうかというところまで来ておりましたけれども、町の多くの方々のご協力も得まして、昭和59年に小坂町が後楽館をもらって、町で2億2000万をかけ修復工事を行いまして、昭和61年7月改めて町営の芝居小屋として復興しております。その努力が実ったのが平成14年でございますが、歴史的建物であるということで国の重要文化財となりまして、今は大切に保存されているわけなんですね。でその全国に今残っている失礼しました、芝居小屋のほとんどは、外壁もこの客席内部も全てが純和風の作りでございますが、当時の鉱山の社長はもう派手だったんでしょうね。同じような作りは嫌だということで、外壁とこの2階の天井の作りだけを西洋風にして、それに対して客席を純和風というこの和洋折衷作りにしたわけなんですね。これが後楽館の一番の特徴になります。でもう一つの特徴は、舞台の延長として使う通路、花道が2つございまして、この真下にございます幅の広い通路は本花道、対象で向こう側の座椅子の席の手前の黒光りした通路が仮花道になります。この両脇に花道がある作りが江戸からの名残なんですね。まあ、今年はおかげさまで4月から11月まで長期にわたり公演を行うことができております。まあ、その月によって劇団さんが変わりますので、全くジャンルの違う公演となります。まあ、今月勤めているのが曼珠沙華というグループさんでございますが、まあ、国際文化交流集団という名前でしてね、主にまあ、海外で公演をする方々が、まあ、今回特別に、まあ、ご縁がありまして後楽館で1ヶ月間、公演を行うということですね。で大きなイベントに関しては、毎年7月上旬に松竹歌舞伎大芝居を開催しておりましたけれども、このコロナが広がった関係があり、もう松竹さんからはまだ危ないということで今年も中止でございます。まあ、来年こそはなんとか行ければいいかなと思うんですけれども、まあ、ここね、数日で一気にコロナが増えましたけれどもね、まあ、そんな中、来月でございます、けれども後楽館貸し切りで、地元小坂町の成人式をこちらで執り行うことが あります。ただ今本当にちっちゃな町ですから、成人する方々22、3人しかいないんですが、まあ、その方々がこの中央席に、椅子を並べて、まあ、そちらに座っていただき、1階の両脇が来賓席となります。小坂の町長さんだったり、まあ、中学校時代の恩師だったりするんですが、他の成人式とちょっと違う点がありまして、晴れ舞台どうしても見たいということで両親も入るんですね。でご両親はこの2階の正面でございます。もう端から端まで親が上からこうやって見下ろして監視している状態ですので、基本暴れるやつってあれもう出ないんですが、出たところであそこの息子だっていうのすぐバレちゃいますんでね、かなり厳かな状態ではございますけれども、ただ他の成人式と違うことをやりたいということで、まあ、芝居小屋でございますので舞台装置をその成人式の時に使います。その一つがですね、この幅の広い花道の真ん中あたりご覧いただきますと、大きく不自然に長方形に床が切られ抜かれているところがありますね。あちらが役者を上に上げたり下げたりする競りの装置でございますが、代表の方がそちらから登場して、後にご挨拶をする。で舞台上は今どんちょう幕が降りておりますが、舞台には360度回る回り舞台になっておりましてね、それを回しながら、前回はですね、中学校時代の恩師が登場して乾杯の挨拶をしてますけれども、まあ、文化財でございますので、その回り舞台、先ほどの競りの装置、これは我々裏方が人力で操作しております。本日の公演でも各1回ずつ使用しますので、お芝居ご覧になるお客様は見逃さないように、お願いいたします。それでは、その仕組みを今度は歩きながらご案内させていただきます。では戻ります。こちらからご案内いたします。
でこちらまで来ていただきますと、この通路の途中に柱が2本、そして天井に大きな箱がドンとくっついておりますが、これがそのせり上げるための装置でございまして、今せり上がった状態で、両脇はこれただの鉄の棒だけで止まってるんですね。でこの両脇の棒を抜きますと箱が下がって、その箱に役者が乗ったら我々裏方がこちらのロープに1人、反対側にも1人ついて、同時でここでロープを引っ張り上げれば滑車を連動させておりますので重さが分散されますから、このくらい細いロープでも結構簡単に上げることができるんですね。でその役者の出たり入ったりする様子が亀の首の動きによく似ていることから、専門用語ですっぽんという名前で呼ばれております。まあ、本来は、ね、あの床下から這い上がってくる役者ですから、お化け妖怪演ずる方が登場する装置なんですけどね。ではどうぞこちらでございます。お足元お気をつけくださいませ。まあ、かなり前でしたけどね、里見光太郎さん一行も来てくださってましたんでね。で足元と頭の上十分お気をつけくださいませ。こちらが全国でも数少ない人力の回り舞台となります。今人力の回り舞台は秋田の後楽館、四国の金丸座と、内子座、九州の加保劇場と八千代座、あとは福島県に広瀬座というところもあったかな。で、まあ、大体同じような作りなんですけれども、後楽館の場合これ直径がですね大体10メートルほどございまして、概算で重さが2トンございます。この2トンの回り舞台を東西南北についてるこの柱ですね、これに肩をかけて回すだけなんですね。こちら、まあ、東西南北ですからの4本ありますので、通常はこれ4人で回します。まあ、2トンを4人で回しますので、普通に計算すれば、まあ、1人頭500キロ我慢すればこれ動かせるわけなんですが、まあ、我々もサラリーマンですんで、いろいろ大人の事情もありましたね。あの嫌な言葉ありますでしょ、あれ誰考えたんだろう、人員削減という嫌な言葉。そのせいで今回の公演これ2人で回しますんでね、めちゃくちゃ腰に負担かかりますけれども、まだいい方ですよ、去年は1人で回せって命令でしたからね。まあブラック企業行ったらそこまでなんですけれども。でこちらにおりますと、まあ、今回は180度だけ回しなさいといただいてますので、どこから始まっても180度は反対側が終了地点というのが分かるわけですね。ただ分からないのがいつ回せばいいかが見えないというところですが、我々裏方は全て音をきっかけに回しております。まあ、こちらにおりますと役者のセリフも分かります。もう歩く足音も分かりますので、まあ、今回は上から役者さんが足でドンと合図を送りますので、それをきっかけにこれをゆっくり30秒かけて回すというものなんですね。まあ、ご覧の通り外の光が見えておりますけれども、建屋の後ろに川が流れてますので、その湿気対策の関係上真冬でもあの状態です。まあ、ある意味奈落の底に変わりますけれども、そうなの、いや人間の皮膚って面白いもんですね。あの寒い通り越すと痛くなって、痛さ通り越すと今度何にも感じないんですね。まあ、その通気性のおかげで柱から周りに積んでる石垣、これ風化せずに112年間残っていたわけですね。では続いて楽屋ご案内いたしますが、途中役者の衣装、かつら、あとは大道具もありますのでお手を触れないようにお願いいたします。案内したお客さんにも人死んでるって言われましたけど、これ一番今日大事な場面で登場しますので、このお人形さんが、役どころはすごく重要な役どころなんですけど、扱いがものすごく存在ですから、そのギャップが面白いですからね。ではどうぞこちらでございます。お足元お気をつけくださいませ。好
も見えるかと思いますが、実際周り舞台はここまで来ております。あ、どうぞ、こちらでございます。こちらが楽屋でございます。数多くの役者さんたちが支度をした部屋でございますが、まあ、どんな世界でもそうですね。大手があって若い役者使いますから出番少ないんですね。暇でございます。暇つぶしに誰かが最初に筆で壁にやらかしちゃったんですね。で次に来た方が負けじと字体が大きくなって、挙句の果てにこの天井に変えた方も中にいらっしゃいますけれども、有名な方で書いていただいたのは平成20年にいらしたこちら、里見光太郎さん、こうですね、水戸黄門の、こちらには賀来さんの後田正史さん、オケラの新助役で松井天太さん、助さん役の原田龍二さん、由美香織さん役柄の直江月でございます。まあ、歌舞伎役者さんですと、5代目の坂東玉三郎さん、4代目の猿之助さんが2回来てくださってます。先だって退院されたの6代目の円楽さんですね、襲名披露公演の際に来てくださっておりますが、平成14年の5月23日に国の重要文化財に指定されてますので、今無許可でやらかした場合は捕まりますので、そういう方々は前もって来るのは分かってましたので、ちょっと面倒くさい手続きですね、いろいろあったんですが、まあ、最終的には国から許可もらって、サイン出ましたので、こちらに、かけたということでございますね。まあ、探しますとまだまだあるんですが、こちらの壁ですとね、昭和37年なんですが、初代の水戸黄門さん、遠野英二郎さん、お隣には平見喜次郎さん、あとこちらになりますとコンサートがありました海援隊の武田鉄矢さん、来てくださってますね。昼と夜の2回公演で同じ日に2回書き手が、この方が初めてですね。大半に1回書き手ですけどね、まあ、ほぼほぼ当時のままでございますね。はい、ではどうぞこちらでございます。おさりますが、こちらで少々お待ちください。こちらの上ですね、額みたいなものがここに、置いておりますが、これ歌舞伎の興行記録でございます。相撲で言いますと番付表でございますが、まあ、相撲と違う点が2つございまして、まず字体が違うんですね。同じような幅の広い太い字体ではございますが、歌舞伎が官邸流、相撲が根岸流という書き方になります。どちらも同じ興行でございますので、お客様が少ないと困るわけですね。でたくさんお客さんが間なく隙間なく埋まってくれるようにという願いが込められて、こういう字体が生まれたわけです。でもう一つ違うのが、相撲の場合って一番先頭に来て幅の広い方が横綱で偉い方になりますけれども、歌舞伎の世界で一番偉いのは一番最後になります。この時は片岡秀太郎さんが座頭座長を務めています。先頭に来る役者さんは、俗に1枚目役者、次に来る役者が2枚目役者、3枚目役者という形になるんですが、今の言葉で言ったら1枚目役者はヒーロー役、2枚目役者がイケメン役、3枚目役者お笑い担当、4枚目役者が中堅どころ、5枚目役者が悪役、6枚目役者がライバル、7枚目がボス、で8枚目で座長という形ですね。で基本8人いればどんな芝居でもできる、それ以上なれば素晴らしい声ができると思いますね。これね、字体がもうほぼ同じ大きさでこうきちっと書かれてますけど、これ機械で書いてないんですよ。これ全部手書きでございます。今ここまで手書きで書ける方、日本全国探してももう数人くらいしかいらっしゃらないんですけどね。どうぞこちらでございます。涼しい。になります。
でこちらが1階の客席となりますが、入って気づかれた通りここちょっとこう傾斜がついておりますね。で真ん中の席を見ますとこれ前にほど傾斜がついており、幅の広い花道の向こう側の席はこちらに向けて斜めになっています。でこれはできるだけ前の方の頭が邪魔にならないように、どこに座っても全体に見やすいようにという配慮でございます。この配慮がなかったのが江戸時代で、全て平らでしたから皆さん見づらくて体が揺れていたわけですね。でバラバラ揺れてるとその姿を舞台上にいる役者が見てるとそれ気になってちょっと演技しづらいので、双方緩和したいなということで明治以降のお席が斜めになり、でこの作りがいいということで、今の映画館までお席が全部斜めに、ああいう段差のなったお席になったわけなんですね。でそうなりますとよくお客様から言われるのが、芝居小屋はどこに座れば一番いいお席になるんですかって言われるんですけれども、家の中と一緒です。芝居小屋にも上座と下座というのがあるんですが、1階客席の舞台上に向かってこちら側が上等席の上座でございます。特にここの前列は当時は鉱山の社長さんクラスしか座れなかったお席で、こちらにおりますと目の前のこの仮花道ですね、でその延長で舞台で、ちょっと首を動かすとあちらの本花道と競りの装置が全部見える位置がここだけなんですね。で中央の席というのは江戸時代の頃は一般庶民の方が座っていたお席でございます。で芝居小屋でおすすめできないのが幅の広い花道の向こう側、あちらが家の中で行きますと下座になります。花道には近いんですが、その演技をする役者は上座向いて演技しますので背中しか見えないということでおすすめできないですね。ただそのお席を我先に陣取るのがファンの方々でございます。まあコロナが広がる前であれば、まあ大衆演劇のお客様っていろんな意味で濃い方多いですからこれ私からの誕生日プレゼントねということで、目の前できらびやかな着物を目の前で10着もプレゼントするお客様とか、お札つなげてレーン作ってくる方とか、のし袋にどんだけ詰めたんでしょうね、分厚い1センチぐらいのものを、5つも6つも7つもこう懐に入れる方とか、他の劇場さんであったら会社の車の鍵プレゼントされた方もいらっしゃるんですね。ここら辺で一番多いのは喉を潤してねということで、シュワシュワした飲み物1ケースにのしを貼って差し出す方いらっしゃるんですが、そういうのを全部ひっくるめて芝居小屋では花と呼んでますので、その花もらう道ですから花道という名前がついたわけなんですね。まあ、何気に使ってるそういう言葉遣い、江戸の頃からずっと続いているものがございます。まあ、代表のところでいきますと3時のおやつの時間というのがあるんですが、あれ江戸からあった話で、江戸の時計で午後3時ごろが八つ時でございますので、お殿様にお八つ時でございますがそろそろ休憩しませんか殿様と、でそこで提供していたのが茶菓子だったんですね。まあ、それがあったおかげで今でも3時になったらお菓子が食べるという習慣が残ったわけでございます。でその飲食に関して後楽館は自由でございます。3日前までのご予約制になりますが、約7種類幕の内弁当もご用意できますし、土日限定でおそばうどんもやっております。まあ、もちろん酒どころの秋田ですので地酒もございますし、同系列の会社でワイナリーも持ってますので、そちらで仕込んでいただいたワインもこちらで飲むことが可能でございます。まあ、今日は蒸し暑くなっておりますので、おすすめが小坂の特産品天然物のアカシアの蜂蜜をふんだんに使ったソフトクリーム販売しておりますので、まあ、ぜひお借りの際にご賞味していただければと思います。まあ、小さな芝居小屋でございますので見学あっという間でございますが、まあ、ぜひ来月もお越しいただければね、もうその時はもう私の力でこの上座すべてご用意させていただきますのでよろしくお願いいたします。ではどうぞこちらでございます。少し段になりますのでお気をつけくださいませ。こちら出ていただきますとね、もう真正面にこの売店があるわけでございますが、ソフトクリームこちらでご注文していただければすぐ作りますのでよろしくお願いいたします。本日誠にありがとうございました。ありがとうございました。どうぞゆっくりして。